今、保育防災が全国で沸騰中。鎌田信弘株式会社タフジャパン、代表取締役社長、この旅は692号、792号、そして今回の出番をいただき、心より感謝申し上げます。私は株式会社タフジャパン、日本の備えに貢献する会社の代表として、14年目を迎えますが、 k k 通をはじめ全国35のチームに妄想を実現するためのサポートをしていただいておりますその中の一つの活動である JP 子どもの森づくり運動東北復興グリーンウェーブは全国の保育園幼稚園子ども園の子どもたちが取り組む東日本大震災被災地の緑の復興支援活動です東北の幼稚園保育園子ども園の子どもたちが東北の森で拾って送ってくれた どんぐりを全国の活動参加園の子どもたちが苗木に育て、3年目に被災地に送り返して、被災地に植える活動です。東東北北に学び東北で考える2021年までの間に、東日本大震災では、東野を拠点にした、ボランティア活動、岩手県陸前高田市消防団員とは10年間、心の健康教室開催、道志広田町にある長洞元気村から学んだ復興まちづくり、 気仙に学んだ人の絆、東北からスタートし5年間で日本を縦断した保育防災セミナー3日関連タカーで走り回った南三陸町石巻の大川小学校釜石等の伝承ロードこのような多くの学びや気づきをどのように生かしたらよいのかずっと考えていました保育防災アクションマイスター認定講座が誕生2021年にコロナ禍だからこそ誕生した講座です マイスターに求められるのは災害時に子供の運命を変えるのは私たちだ。という強い決意。完璧に備えることはできないが本気で備えることはできるのです。そのための仕組みや仕掛けが満載。さらにホームページなどでの見える化によって園の新たな価値向上にもつながることを目指しました。原則、年6回、ズームによるリモートでのワークショップ形式で実施。 認定式のミト内で対面実施。1、事前準備、初動体制。2、情報収集、安否確認。3、消火、救助救出、応急救護。4、避難訓練。5、地域や保護者との連携。6、食料等の備蓄。というカテゴリーに沿って進行していきます。2024年度は8円で14名が参加。 過去3年間で22園、37名のマイスターが誕生し、現場で活躍しています。j p 子どもの森づくり運動、保育防災サミットインをお土ち開催。2024年5月22日水曜日、保育防災サミットは、東日本大震災から、能登半島地震まで、今や災害劣等化した、日本の自然災害の現状を踏まえ、大きな災害を経験した。 東北の保育者と全国の保育者が実効性のある保育防災について考えることを目的に開催されましたそこでは東北地方を中心とした第1期から第3期までのマイスターたちが縁読時の事例発表をしてくれたのです本当に素晴らしい取り組みと熱量に感動してしまいました地元新聞やテレビでも紹介され多くの反響をいただきましたが東北に学んだご恩を お返しするにはまだまだ力不足ですので今後も発展的に継続しながら縁がつなぐ縁を大切にしていきたいと思います今年度 kk2 では初のチャレンジとして人生100年時代に皆さんはどのような行動をして生き抜くのか健康の3本柱を中心に考える変化と向き合う心と体が一行日記で生活習慣を見直そうの開催が決定し 募集が開始となりました皆さんにお会いできることを楽しみにしています。